ロンドンからおよそ2時間、ドーバー海峡に面した南イングランドの片隅に、ロムニーハイス&ダイムチャーチライトレールウェイという世界で一番小さな公共鉄道があります。始発駅ハイスから終着駅ダンジネスまで全長約22キロの間には、ダイムチャーチ、ニューロムニーなど大きな駅のほか、全部で7つの駅があって、訪れる全ての人々を郷愁と魅惑の世界へと誘い、文字通りメルヘンの旅を提供してくれるのです。ハイスからダンジネスへ、ガリバー旅行を思わせるような楽しいおとぎ話の旅立ちです。この辺りはロムニーマーシュと呼ばれ、沼の多い湿地帯でしたが、今は肥沃な牧草地に生まれ変わりました。線路の幅384ミリ、実物の約3分の1。この小さな鉄道の最高時速は40キロにも達し、これを実際の鉄道に置き直すと、なんと120キロの速さになるわけです。
ニューロムニーを過ぎると景色は一変し、車窓から灯台が見えると、まもなく終着駅ダンジネスの雄大なリバースカーブに差し掛かります。通常の鉄道と全く同じように運行されるほど、模型機関車は精巧にできています。ここを訪れる全ての人と機関車との心通い合う風景がいつも見られます。Romney Hyde and Dymchurch Railway was first opened 50 years ago and was established by a man called Howie, Captain Howie, who was interested in railways and who was also...この鉄道はホーウェイ大佐とズボロスキー伯爵との友情の結果として生まれました。この2人は彼らの持っていた15インチ、つまり384ミリゲージの模型機関車を最大の可能性にまで使用できる鉄道の建設を夢見て語り合ったのです。そして1927年7月16日、正式にロムニー・ハイス&ダイムチャーチ・ライトレールウェイとして開通しました。しかしこの鉄道が誕生して以来、今日まで順調に走り続けてきたわけではありません。戦争中は軍用に挑発されたり、ドイツ空軍の攻撃を受けたり、そして戦後は経営の行き詰まりから閉鎖という事態に直面したこともありました。そのような危機を乗り越え努力した結果、今日ドーバー沿岸の楽しい観光鉄道として順調な営業を続けているのです。緑の木立に囲まれたハイス駅、列車は4月から9月まで通常は1時間間隔、最盛期になると30分ごとに運転されます。ここはのどかな牧場の中にあるダイムチャーチ駅。可愛らしい箱庭造りのような佇まいが旅人たちをメルヘンの世界に浸らせてくれます。ハイスとダンジネスのほぼ中間にあるニューロムニー駅はメインステーションで、この鉄道の本社が置かれ、機関庫や客車庫のほかモデルランドもあります。初夏から初秋にかけての最盛期にはアルバイトの30人を含めて50人のスタッフがこの鉄道で働きます。またそれぞれの機関車には機関士が1人ずつついていて、運転はもとより
整備や修理にも責任を持たせています。機関車は現在9両、それぞれにニックネームがついています。ハリケーン、ウィンストン・チャーチル、タイフーン、ノーザンチーフ、ドクター・シン、グリーン・ゴッデス、サムソン、そして製作中のドイツ型機関車。客車は現在80両ほどあり、そのうち50両は新型の窓ガラスのある密閉式で、台車はすべて二軸ボギーとなっています。工事専用車両として線路に砂利をまくホッパー車と、これを引くディーゼル機関車があります。また線路の保守整備なども本物の鉄道と全く同じように行われています。1957年には英国女王ご一家が乗車され、このことは鉄道にとって最高の喜びで、特別客車は今でも大切に記念保存されています。ニューロムニー・ダンジネス間の単線区間では通標閉塞式を採用、さらに駅間の電話連絡も加え、列車の安全運転を期しています。車掌は乗客の乗り終わりを確認してから初めて発車の合図を行います。踏切では一般の鉄道と同じように列車が優先で、警報器のない大きな踏切では警視が道路の交通整理を行っています。この鉄道が誕生してから今年でちょうど50年になり、いろいろな記念行事を計画しているところです。これからも国内はもとより世界中の人たちにも楽しんでもらえるよう走り続けてほしいと願っています。メルヘンの世界をひた走る、文字通り生きた模型の極致ですね。